私に聞こえた声がなぜかとても気になったの。見つけた君は赤い瞳、何事もない振り話にして、黒い沼に沈む君を追って僕は港の赤い塔、走っていたふりして、胸の鼓動の速さを隠してみたの。今日は君の手をすくい上げる権利をもらうよ。聞こえエレベーターのように雲を抜けて残る良さでライト、300メートル登れば少しは知れば伝われば。